皆様こんにちは。ミュージカル1789バスティーユの恋人たちに出演いたします、マリー・アントワネット役のリュウ・マサキです。初めて、マリーちゃんの役の衣装を着せていただき、とても、不思議な気持ちもあるんですけど嬉しいです。撮影への意気込みであったり、心構えであったりというのは毎回用意してきてるんですけれども、レスリーの前に立つと全てレスリーマジックで綺麗に可愛く、ご指示いただけるので身を任せて撮影をすることができました。完成が楽しみです。私は、当時宝塚歌劇団に在団しております時に、この1789という作品でロナンの役に出会いました。その時はマリー・アントワネットの役がとても憎くて憎くて仕方なかったのですが、まだやはり、ロナンのお役に対する思い出が強くて、マリー・アントワネットから見たこの1789のストーリーをうまくシフトチェンジ気持ちができるのかなっていうのはちょっと不安なんですけれども、でもしっかりと一つのお芝居の中で二つの役柄で、この世界観に触れるということはきっとめったにない機会だと思うので、しっかりと集中して取り込めるように、いろんなものでまずお勉強しなきゃいけないなと思っております。大好きで興味のある場面はやはり最初のマリーの舞踏会の場面なので、登場シーンでもありますので、まず最初の第一印象というところからマリーの、そうですね、最後の時までをしっかりと自分の中で作り上げたいなって思っておりますし、久しぶりのお芝居なのでとても楽しみにしています。頑張ります。ミュージカル1789バスティーユの恋人たち、ぜひご覧ください。劇場でお待ちしております。